独学でできる理解学習。はい、こんにちは、レトスノオノです。今回なんですけども、独学でできる理解学習についてお伝えいたします。最近なんですけども、理解学習どうやってやったらいいんですかっていうご質問をよく受けますので、まあ、この点について解説させていただきます。で、まず、理解学習っていうのは大きく分けて2つあります。1つ目が問題文の理解。もう1つが解説の理解。この2つを理解学習って言うんですね。で、まず問題文の理解なんですけども、問題文をどうやって読み解くかっていうことです。例えば、引っ掛け問題によく引っかかる方っていらっしゃいますよね。で、引っ掛け問題に引っかかるってことは、この問題文の理解というものに焦点を当てて、これまで勉強してこなかった証拠なんですね。問題文の理解に焦点を当てて勉強している方っていうのは、そういった凡ミス、問題文の読み違いって、まあ、ほとんどないんですね。あっても一つぐらいです。また、本試験っていうのは初めて見る問題ばかりですよね。で、初めて見る問題で、問題文の意味がわからない。何を質問しているのかわからない。こういったことも問題文の理解を実践されている方っていうのはありません。そういったことで悩むってことは基本はありません。初めて見る問題であったとしても、問題が言ってることはわかると。あとは、ルールを知ってるか知らないかの話なんですよね。ルールを知っていたら解けるし、ルール知らなかったら解けない。まあ、それだけの話なんですよ。なので、問題文の理解に焦点を当てて勉強されている方っていうのは、問題文の読み違いとか、引っ掛け問題に引っかかるとか、いうのはあまりありません。また、問題文が理解できない。こういったこともありません。で、なんで、問題文の理解が重要かっていうと、まあ、先ほども言った通り、引っ掛け問題とか凡ミスとかっていうのがなくなってくるんですね。なので、無駄な失点がなくなるっていうのが一つ目です。で、二つ目っていうのが、勉強することで頭に定着しやすくなってくるんです。で、これどういうことかっていうと、実際問題文と解説っていうのはセットなんですね。だいたい問題文がこういった状況です。で、解説はこういった状況の場合、こういったルールが使えますっていうふうに、実はこれセットになってるんですよ。つまり、解説だけ頭に入れたとしても、問題文が理解できていなかった場合は片手落ちなんですよね。これを同時に頭に入れていくことによって、あ、こういった場合はこういったルール使うんだっていうことが分かってくるようになるので、点数が上がってきます。ルールだけを覚えたとしても、それはほとんど使えないんです。具体例が頭に入っていなかったら、じゃあそのルールどういった時に使えるんですか？分からないですよね。だから多くの方が、この解説だけ頭に入れようとするんですよ。もっと言うと、ポイントだけを押さえる勉強です。こういった勉強、私は丸暗記学習っていうふうに言ってるんですけども、そういった勉強をしていたらいつまで経っても伸びないんですね。だから、問題文をちゃんと理解しましょう。で、さらにその上で、解説も丸暗記じゃなくて、できればその解説についても理解できたら、よりいいですよね。これを個別指導でお伝えしてるんですね。で、今回、独学でできる理解学習っていうことでお伝えいたしますので、独学でできる範囲をお伝えいたします。まず、問題文の理解。これですね、正直、独学だとなかなか難しいんですよ。ネットとかでも載ってないし、予備校とかでも教えているところってほとんどないんじゃないのかなって思います。まあ予備校もそうだし、通信講座もそうですね。弊社の個別指導でも、これが一番重要なノウハウになっているんですね。これを一番最初にお客さんにお伝えしてるんですよ。これは、これまで勉強された方もそうだし、初めて勉強する方もそうです。これが一番重要なんで、個別指導ではこれを一番最初にお伝えをします。で、解説の理解っていうのはね、正直あまりお伝えはしないんです。弊社の個別指導の教材に、その、理解しなければならない部分っていうのはもう書いてあるんですね。まあこれも、まあ予備校とかね、通信講座との違いなんですけども、ポイントだけ載せるんじゃなくて、具体例こうですよとか、あと、こういう考え方をするんですよっていうところまで、過去問集の解説の中に入れているんですね。なので弊社の個別指導の受講者さんっていうのは、こっちに意識を置いて勉強を進めていただいております。で、実際それで合格していただいております。まあ、早い方だったら4ヶ月ぐらいですね。全く法律知識ゼロの方でも4ヶ月で合格していただいております。まあ、なので、まあ、この2つがすごく重要なんですけれども、まあ、今回はこの解説の方ですね。解説の理解について、まずお伝えします。で、解説の理解って言っても、またこれもですね、分かれてくるんですね。どういうふうに分かれるかっていうと、3つに分けることができます。まあ、この2つはですね、もうまとめていただいても大丈夫です。まず1つ目が、なんでっていうところですね。解説読んでいただいて、これどういうことなの？なんでってこう思うことってありませんか？
まあ、丸暗記の方だとあまり思わないかもしれないんですけれども、理解しようと思って勉強されている方だと意外と多く出てくると思います。これどういうことなんだろう、なんでなんだろうとか。これについては理由付けですね。ちゃんと理由を頭に入れていくことによって理解が深まってきます。あとは違いはってやつですね。例えば借地借家法とかは意外と多いんですけども、対比して勉強する部分って非常に多いんですよ。借地権についてはこういったルール、借家権についてはこういったルールみたいな感じで、対比して勉強する部分って意外とたくさんあるんですよね。だからこういった部分を対比させながら勉強を進めていくといった感じです。あと関連付けですね。例えば原則と例外、これ関連付けですね。過去問集の解説には原則しか載ってないけれども、実は例外があって、例外も一緒に頭に入れていくとか、原則は許可が必要だけども例外として許可不要な場合がありますよとか、原則許可が必要だけども例外的にこういった場合は許可じゃなくて届け出だけでいいですよとか、まあ、そういったところを関連付けながら一緒に勉強していく。そして勉強を進めていく上で解説の中に原則しか載ってなかったっていった場合に、ちゃんと例外とかも一緒にやっぱ勉強してほしいんですね。だからそういった部分っていうのはテキストだったりとかネットとかで調べながら関連付けで一緒に頭に入れていくってことをやっていった方が効率がいいです。で、今回は解説の中でも理由付けについて今回具体例を出してお話しさせていただきます。あとで関連付けの同時理項についてもですね、お伝えしようと思っております。で、まず一つ目のこの理由付けですね。例えばなんですけれども、詐欺取り消し前の第三者と脅迫取り消し前の第三者、この違いについてちょっと、お伝えしたいと思います。もう具体例を出しますね。私が B さんです。で、あなたが A さんだと仮定しましょう。で、まず詐欺取り消し前の第三者、こちらの事例いきますね。私 B があなたを騙してあなたが持っている土地を買いました。つまり私が詐欺をしたんですね。あなたに詐欺を働いて、あなたが持っている土地について、私との間で売買契約をしました。あなたが売り主、私が買い主です。で、騙して私は買ったってことですね。で、これが1番です。A さんが B さんに売りましたと。私があなたに詐欺をして、あなたは私に売りました。土地を売りました。で、その後、私は第三者 C さんにそれを売りました。つまり転売したとですね。騙して私が買って、それを第三者に転売しました。これ2番です。で、その後で、あなたは私に騙されているってことに気づいて取り消しをするんですね。3番ですね。これ取り消しをします。 AB 間の売買契約を詐欺を理由に取り消しましたと。で、そうなってくると C さんはもう土地を買ってますよね。で、一方であなたは AB 間の私とあなたの間の売買契約を取り消しているわけなので、あなたの持っている土地について C さんは私のもんだって言うし、あなたはあなたでいやいや取り消したんだから私のもんだっていう風な感じで争いが起きるわけですよ。で、こういった場合、どういったルールが適用されるかっていうと、第三者である C さんが善意無過失だった場合、これ善意無過失、ちょっと、長かったので書けなかったので、これ善意無過失ってことです。善意無過失だった C さんは、あなたに勝っちゃうんですね。C さんが、第三者が善意無過失だったら C さんは勝ちなんです。つまり、あなたは、もう土地を取り戻すことができないってことなんですね。これがルールになっています。これが詐欺の場合です。で、取り消し前の第三者って書いてあるんですけど、まあ第三者っていうのは今の事例で言う C さんですよね。で、取り消し前ってこれどういうことかっていうと、あなたが取り消したのは3番ですよね。1,2,3 っていうこれ順序です。順番です。あなたが取り消したのは3番で、2番の時点で C さんが現れているわけですよ。なので、取り消す前に現れた第三者ということで、取り消し前の第三者っていうふうな言い方をします。で、続いて、脅迫についていきますね。脅迫について。脅迫の場合、どうなるかっていうと、私があなたを脅迫します。で、脅迫して、あなたが私に土地を売りました。で、私は転売しました。売りました。転売しました。で、その後、脅迫を理由に取り消しましたっていう事例です。つまり、私が詐欺をするのか、私が脅迫をするのか、まあ、その違いだけなんですよ。あとは同じです。でも、ルールが違ってくるんですね。第三者が善意無過失だったとしても、この場合は、あなたは土地を取り戻すことができます。つまり、善意無過失の第三者 C さんであったとしても、A に負けちゃうんですね。C さんは A に負けます。つまり、A さんの勝ち、あなたの勝ちなんです。このように、詐欺と脅迫の場合だと、
全くルールが逆になるんですね。第三者が善意無過失であれば、詐欺の場合は善意無過失の第三者が勝って、一方で脅迫の場合だと善意無過失だったとしても C さんは負けて A さんが勝つんですよ。あなたが勝つんですね。なんでこんな違いが出てくるのかっていう話なんですよ。これを理解していないと、日頃の勉強ではだいたいこれを覚えちゃったら解けるんですけども、本試験になった時に頭真っ白になるんですね。本試験っていうのはもう緊張して頭が真っ白になるっていうことを前提で日頃勉強しておかないといけないんです。だから覚えたことは忘れる場合が多いんだってことを前提に勉強を進めていかないといけないんですね。それにも本試験で点数取らなきゃいけないわけなんですよね。だから理解をしておきましょうってことなんです。理解をしておけば、これ全く忘れちゃったとしても本試験の時に答え導けるんですよ。問題文にはこういった状況って書いてあるんですね。こういった状況書いてあったら、今からお伝えをする考え方に基づいたら答え導けるんです。じゃあその考え方ってどういったものなのか、これを今からお伝えします。まず詐欺の場合ですね。詐欺の場合、騙された方も騙された方でちょっと悪いっていう感じしませんか？騙される方も悪いよねって一般的に言われてますよね。もちろん騙す側は悪いですよ。騙す側も悪いけども、騙される側も騙される側でしょうっていう風な、やっぱり一般的なイメージってお持ちの方多いと思います。で、一方で第三者っていうのは善意無過失ってことは、この詐欺の事実を全く知らない、さらにそれに落ち度もない、だから全く落ち度なく全く知らない方なんですよね。まあ無過失っていうのは全く落ち度がないっていうイメージです。落ち度がなく善意、善意は知らないっていう意味ですね。だから詐欺の事実を全く落ち度なく知らない。一方であなたは騙された側なので落ち度はあるわけですよね。じゃあどっちを保護すべきですかって言ったら、全く落ち度のない第三者を保護すべきですよね。だから善意無過失の C さんは A さん、あなたに勝つわけです。全く落ち度のない C さんの勝ちだということなんですね。じゃあ脅迫の場合どうなのかと、これ脅迫されたら売るしかないですよね。じゃあちょっと怖い人がいましたと、怖い人が来てですね、あなたの家族どうなってもいいんですか、まあ、脅迫されましたと、もうそうなってきたらもう売らざるを得ないわけですよ。身の危険を感じますよね。だからもう仕方なく売るわけです。で、この場合っていうのは脅迫された側の人は落ち度はないんですよね。だからかわいそうじゃないですか、しかも脅迫されてるわけなんで。となってきた時に、じゃあ全く無過失の C さんと脅迫されてもうどうしようもなくね、売っちゃったっていうあなた、まあ、どっちを保護すべきかっていうと、やはり脅迫された人、どうしようもなくもう売っちゃったわけなんで、まあ、こういった場合は脅迫された側を保護しましょうってことです。つまり詐欺と脅迫を比べた場合、詐欺を受けた人っていうのは騙された側にも落ち度があるっていうイメージ、一方で脅迫の場合はもうどうすることもできない、もうこれ売らざるを得ないよねと、そういったイメージ、そう考えていただくと、詐欺を受けた人よりも脅迫を受けた人の方が保護すべきなんですよ。だから結果的に脅迫を受けた人っていうのは保護されるんですね。だから C さんが善意無過失だったとしても、この場合はもう脅迫を受けてね、怖い思いをした A さんの方を保護しましょうっていうふうなルールになってるって話です。で、こういったイメージが頭に入っていたら、本試験になった時でも問題文がちゃんと理解できていれば、そこから答えを導くことってできるんですよね。単に丸暗記だった場合の人は、もうどっちがどっちだったっけってもう記憶をたどって、もう最終的にはもうこちらって勘なんですよ。で、そういった問題がたくさんあったらもうそれ落ちるに決まってるんですよ。まあ運が良かったら受かりますけども、まあ、多くの場合がやはり落ちちゃうんですね。だからそうならないためにもちゃんと理解すべきところは理解しましょうっていうことです。で、続いて関連付けですね。関連付け、例えば同時履行っていうのがあります。同時履行の関係ですね。履行をっていうのは義務を果たすってことです。例えば契約をしました、あなたが売り主で私が買い主だとします。で、契約しますよね。そしたら私は代金を支払う義務があって、売り主であるあなたは物を引き渡す義務がありますね。私が代金を支払うこと、これが履行です。一方であなたも、物を引き渡すこと、これも履行なんですね。約束を守って義務を果たすことですよね。これを同時にやりましょう。これが同時履行ってことです。スーパーの事例が一番わかりやすいんじゃないのかなと思います。スーパーで例えば物を買いますと、食材買いました。で、代金支払って食材をもらいますよね。これ同時履行の関係です。代金の支払いと、食品をもらうっていう、これ同時に履行してますよね。これが同時履行の関係です。で、この同時履行の関係の部分については、
たくさんあるので、これはもうまとめて覚えましょうっていう話なんですね。これちょっと弊社の、個別書のテキストなんですけども、もうまとめてあるんですよ。同時履行の関係にあるものと、同時履行の関係にないものですね。ちょっと見づらいかもしれないんですけども、もうこうやってまとめてあります。で、例えば、まあ、先ほどのね、売買の話もそうなんですけども、その他、もう二つ目で言うと、契約解除ですね。契約解除した時の原状回復義務。これも同時履行の関係です。例えば、売買契約をして、で、それを契約解除したってなったら、私はお金払ってますよね。で、その払った代金を返してもらう。これと、私は土地をもらってるので、その土地を返す。これを同時です。これを同時に行う。現状回復義務っていうのは現状の状態に戻すってことなので、私が代金を払っていれば、その代金を返してもらう。で、一方であなたも土地を引き渡してますので、それを、もう一回返してもらう。これを同時にやりましょうってことですね。で、まあ、同時履行の関係、たくさんありますので、こういったところを関連付けて覚えていくって話です。なので、問題を解きながら、あ、同時履行の関係の問題が出たって思ったら、その部分をテキストとかで調べて、一緒に覚えていくっていう感じですね。で、逆に、じゃあ、同時履行の関係にないものはどういったものがあるのか。こういったものも、まあ、先ほどね、下の方に書いてあるんですけども、そういったものも一緒に、その場で勉強して覚えていく。もちろん、1回、2回復習しただけでは覚えられないんですけども、たくさん同時履行の問題出てくるので、その出てきた都度、この表とかを見直すことによって、何度も何度も復習することになるんですよ。そうすると、頭に定着してくるんですよね。一個一個単品単品で覚えていったら、絶対に頭に入りませんので。だから、関連付けして覚えていくと、いった感じです。まあ、これが、まあ、独学でできる理解学習なんですけども、なかなかですね、今言った内容を独学でやるってなってくると、もう調べなきゃいけないんですよ。私自身がそうだったんですけども、もうネットで調べて、テキストで調べて、もうたくさんやってたんですよね。はじめやっぱテキストとかで調べたんですよ。で、テキストで調べて載ってないから、新しいテキスト買ってっていう風な感じで、テキストがどん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 増えていくんですね。結果思ったことは、宅建のテキストには載ってないってことに気づいたんですよ。この理由付けとか特に。だからもう同社がっていうと、宅建の教材あんま使わなくなって、もうネットで調べて、例えば権利関係だったら、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイト。法令上の制限だと、国土交通省のサイトとか、都道府県のサイトとか、建設業者のサイト。税金関係だったら、税理士さんとか、国税庁のサイト。まあそういったもので調べながら、勉強を進めていきました。ただやはりですね、時間かかりましたね。私自身ネットで検索するっていうのは意外と早い方なんですね。調べるのが早いんですよ。ただ、それでも、時間かかったんですよ。だから、やはり独学で理解学習をするってなってくると、それなりにやっぱ時間を作れる方じゃないといけないし、もうそれなりに覚悟を持ってやんないと、なかなか続けることできないです。っていうのも、一日で本当に数問しか進まない時もやっぱあるんですよね。一日2時間ぐらい勉強して、4問ぐらいしか進まないことあったかな。4問っていうのは選択肢4問だから、大問1問かな。2時間勉強して大問1問で終わりなんですよ。1選択肢あたり30分ぐらいかかるんです。で、やはり難しい内容になってくると、もう調べるのにやっぱ時間かかっちゃって、やっぱそういった時もあったんですよね。だからもうそういったことも覚悟しながら、たくさん勉強時間を取るってことを、やっぱり行える人じゃないとなかなかやっぱ難しいんです。で、弊社の個別指導の受講師さんっていうのは、やっぱ時間のない方、時間がないけれども、一発で合格したい。またはもう次の試験で絶対合格したいっていう方ばかりなんですね。で、弊社の個別指導であれば、こういった内容っていうのはもう教材に載せてあります。だからもう、あまり調べる必要もないんですね。で、わからないことだったらご質問いただければ私が解説させていただきますので、調べる手間も省けると。なので短期間で合格できるって話です。最近はですね、合格率をちょっと計算はしてないんですけども、以前合格率を、計算してた時は4年間かな。4年連続で 70% 超えの合格率を出したこともあります。なので、ちゃんとやり方を間違えずにやっていただければ、頭が悪いからとか、あまり関係ないんですよ。頭が悪いと思っている方っていうのは、勉強の仕方が間違ってるだけなんですね。勉強の仕方が分かって、それを実践していただければ、ほとんどの方が合格できます。なので、自分の実力では宅建合格するの難しいなって、もし思われたとしても、私がお伝えする勉強の仕方、使っていただければ、あなたも合格することは可能です。もしあなたが自分自身勉強苦手で合格するの難しいな、また勉強時間もたくさん取れないなってもし思っているのであれば、それでも合格することは可能です。私がお伝えする勉強の仕方を実践していただければ、合格していただける自信ありますので、次の試験絶対合格したいっていうのであれば、個別指導で一緒に勉強していきましょう。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。また個別指導の具体的な内容を知りたいなって方は、この動画終わった後に真ん中の方に個別指導の概要の動画に飛ぶようにいたしますので、そちらから個別指導の概要をご確認いただければと思います。
次の試験、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して来年の合格目指しましょう。